はい、どうもこうでございます。さあ、久しぶりにね、鉄拳タッグトーナメントやっていきたいと思いますよ。さあ、ランクまでねやっていくわけなんですけども、まあブルースボブをね使っていきたいかなと思うんですけども、ブルース、まあボブじゃないの相方をね、今探してる途中ですね。まあここのとこ全然鉄拳は触っておりませんので、まあランクもやってね勝てるか分かりません。さあ、まだにねブルースのコマンドを、分かっておりませんまあそんな状態で勝っていけるのかというところなんですけども、頑張っていきたいと思います。さあ、初戦がシャオユーとキング。さあ頑張っていきましょう。あ、違い。危ない。はい残念、はい残念、浮かされた。あー、捕まれてる捕まれてる捕まれてる、危ない。おほー、あー、しまった、ずっとゲダゲリ。さあしょぼいね俺も。あー、危ない。あ、しまった、危ない。これかかん、投げていく、下段で倒すと。さあボブ、ボブじゃねえやブルース全然使えてないけどね。あー、しまったーい。うー、しまったーい。ブルース全然ダメでーい。バックハンかな。ライトしか出荷がないね。投げていく、下段で攻める。
よしと。さあ2の1。間違えた。ゲダン、ゲダン。角半がわからん。間違い。投げていく。投げられる。あっちも投げてくる。入った。投げ攻めされてますね。間違い。あー、しゃがんだつもり。さあ、しょうぼい試合だ俺。もうね、こういう試合だと本当順を使いたくなるよね。やべ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 、足が痛い。危ない。決めたい。あら、食らっちゃった。危ない。ういー、間違い。あー、間違えた。負けちゃった。全然使えてないよね。いつもの順を使ってれば多分ね、簡単にというかね、もっとうまくね立ち回れたと思うんですけども、いかんせん技が分かっていない。2戦目、まあなんとか1勝したいと思うんですけどもね、いかんせんまだまだ練習中でございますよ。さあ、今度の対戦相手がアンナニーナ、同じね、キャラクター、同じキャラクターというかね、まあ似た技を使う方ですね、キャラクターですね。まずね、まあ、段位合ってないからね、俺のあの実力と。うー、浮かされちゃったよーん。と。もういや、ニーナのこの運気やねん。痛い。あー、しまったよー。もうやーよ。この
このニーナの動き嫌いだワンツー果敢なのかあれはよくわからんけど痛ぇ、なんだそのジャンプキック。痛い。あーこれはあかん。あ、ボブにしちゃった。もったいない。よーしまった。うん、ふう危ない危ない。今の勝ち方どうなの俺。あーしまったよー無言になってしまったよ。でもなんかちょっとね、ちょっとはね、なんとかなんとかいい自分なりにはね、いい見せ場を作れたんじゃないかなと。もうさっきからねファイナルラウンドもね頑張って持ってってますよなんでもね、まあほとんど下段攻めっつうね。さあ、なんかちょっとねあれグダグダねってきたので、まあ今回もなんかいろんなキャラ使って遊んでいきますか。まだまだ練習が必要ですな。どうしようかな。何がいいかな。オールロー。この2人も、まあ、多少ね、多少触ったと、まあ、いいゲームできるよ、これ、本当にね。違う。
あれ？さっき入ったのに。あら、この Q だといないのかな。あ、いた。さあ一勝できるかね。さあ対戦相手はエディ、ソロですか。そして嫌いなカポエラですか。頑張っていきます。とりあえずいいゲームしていきます。さあ出ました、これ嫌い。あたい。ああ、痛い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 。いいようにやられてるわ。ああ、もうエディのそのさ、あれ嫌いなのよ、本当に。痛い。ああ出た。さあさあさあ全然ダメよ。いやーちゃいちゃいちゃい。うむ、いてや。あーしまった、背面痛い。あーもう全然ダメね。いいようにやられてるわ。いいようにやられてるわ、カポエラにいいようにやられてるわ。どうしようか。投げるな。あら痛い。あーしまったよ。やりすぎだよね。やりすぎだよね。あーそうだよね。あーやっぱね、使えないキャラで使えないキャラで苦手なキね、やつだとやつ苦手なやつっていうかどう対処していいか分かんなくなるよね。じゃあ久しぶりにね、順を使っていきますか。ダブル順でね、まあ、勝てるかは知りませんよ。最近全く持ってやってないからね。さあ順久しぶりにやりますけども、とりあえずコンボ、はい間違い、しまったよ。練習する暇もなく次の対戦相手と。もうそろそろ校庭からも落ちるんじゃないかな。勝てないしね多分。対戦相手が18勝してますけども。ジンとニーナね、相当強い人でいきなり最後に当たるね。あのある程度使える順を選んだ瞬間ね、この引き運のなさよ。7連勝してますけども。
そしてまたニーナだしね。たかんきっちり投げる。はい、たかんきっちり。いいてー、間違い。ラウンド2ファイト。背面取り、カウンターヒット。ダブルシーン。間違い間違い、なんだそれは。俺はなぜあそこで当たりが出たんだ。ああ。痛い、顔面痛い。いてよしよしよし、無口になったよ。動きがわからんだろう、俺もわからん。キャフー、あのこのチェンジできなかった。さあ、あともう1回くらいね、このダブルジュンでやっていきましょう。またこの人だったらショックだけどね。なんか今回はね、やたらと、まああのカポエラの時を抜かせばね、あのファイナルラウンドまで頑張ってますよ。あー、間違えた。ここのグダグダ感ね。やっぱしばらく触らないとね、うまく使えませんよ。さあ、同じ人じゃないといいんですが。違う人ですね、デビルジーンソロと達人ですけどね。止めてくるがいい。頑張っていきましょう。
痛い、危ない、危ない、痛い、拾われちゃった。間違い、何出たよ。よし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 、なんとか1ラウンド目取ったよ。いた、いいようにやられております。痛い、いてぇいてぇ、今のはいてぇ。あ、カベコンしっかり、痛い、痛い、痛い、相手はレイジ、怖い。だーい、うーん、しまったよー、中断にしとけばった。ちゃんとコンボ決まるかと思ったら、いない、遅かったか。ダブルシーン、うー、投げられる、肩痛いねこれ。よっしゃー、さあまたまたファイナルラウンド頑張るー。痛い、欲張ったね。はい、攪拌届かねえ攪拌きっちり入れて終わったさあ今回はね、一勝もできませんでしたねえ、いかんせん順以外のキャラはまだまだ全然ダメでございますよ。まあ順自体もまだまだダメですけどね。さあ今回はね、まあファイナルラウンド、まあ、5戦してね、4戦とも全部ファイナルラウンドということで、まあなかなかの見せ場は作れたんじゃないでしょうか、自分なりのね。まあ鉄拳ね、最近全然やる気が起きなくてね、鉄拳7ね、皆さんいろいろとまあやって段位も上げてらっしゃると思うんですけども、全然手つけてないですからね。まあ徐々にね、鉄拳をやっていくようにしなくてはいけませんね。はい、では、今回は全部負け動画でしたけども、まあ結構ねファイナルラウンドまで頑張りましたので上げていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こうでございました。それではまた。